パチスロ出玉総通りトーナメント予選 D ブロック。おはようございます。おはようございます。さあ我々の、はい、第一戦が始まるわけですけども、はい、どうですか意気込みの方は。高橋さん、暑いですね。はい、暑いですよ。夏ですからね。夏です。あのパチスロの意気込みの方。意気込みですか、はい、今日の。負けたくない。負けたくない。はい、あの違う、対戦にもそうですけど、はい、終始を負けたくない、今日。今日負けたくない。負けても1万みんな思ってるでしょ。1万円ぐらい来てほしい。負けてもリアルだ、リアルな。負けても1万ぐらい、金ないよ。そうです。1万ぐらいにしてほしい。そ, それ、まあ、お、はい、それ目標 に, 目標にいいんですか。負けても待ち、負けても1万円。あ、負けても1万円までなら大丈夫。1万円でどうにかしたい。そんな意気込みある。めちゃめちゃ弱気じゃん。1万円でどうにかお願いします。1万円、はい。じゃあ戸田君は意気込みの方は。頑張りたいと思います。だから一番多分強い方が予選で当たってるんで。関係ないですよ。いやー、顔が怖いもん。プレッシャーがありますよ。プレッシャー。顔は怖いってよく言われるけど。いや、言われるんすか。言われるけど。怖いですもん、なんか。いやいや全然、いやだ一緒でしょ、そんな条件。そんなだって、まあまあ条件一緒ですけど、でもプロプロみたいな感じじゃないですか。でもね、硬いっすからね。何かしらやってくるから。なんでダメなの。そんなルールないです。コロナさん今日 A タイプダメ。そんなルールはないんで、コロナさん今日パチンコでお願いします。お願いします。パチンコ全然俺わかんないから。コロナさんどうですか、はい、意気込み。うーん、いや運かなと思ってますけど。うん、さあもう 30% ですよ。 33%、33%、33%。そうですね、勝ち上がり率は3分の1ですからね、はい、あ、そっか、そうですね。いや、わかんないですよ。だから結局ね、立ち回り云々じゃなくて、うん、なんか引いちゃったら、うん、そのまま行っちゃう可能性もありますから、ね、運命です、それが。で、一日単位の勝負ですからね。運命ですね。じゃあ勝った、まあ誰が勝ってもじゃあ、はい、その人を応援しましょう。そう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 、はいはい、うちらだってホワホワなチームじゃないですか。ホワホワ。そうそう。え、なんで一番なんかちょっとうん、平和。平和、平和なんですね。まあ他の組に比べたら確かにそれは分かる、分かりますけど。全員一応スロ術のメンツですからね、はい、そうですね、はい、まあ、和気あいあいと、はい、ながら、まあ、そうですね、まあ勝負は勝負なんでね、はい、はい、というわけで、はい、本日の実戦予選 D ブロック頑張っていきましょう、はい、はい、何を打つかかなり迷って、結局北斗の剣ともにすることにしました。結構絆も満載ですし、なかなかちょっと台何打ったらいいのか全然分かんなかったんですけど、まあちょっとしょうがなく絞り出した感じでこれを打ちたいと思います。やっぱりというか絆から決まりましたね。お、広角だ。広角っすね。よし、打つぞ。よし、やっぱりみんながハーデス、ハーデスって言うから、どう今日もハーデスにします。勝つか負けるか、でかく勝つかでかく負けるか、まあそれでしょうと思います。それではスタート。いけないんだよきっと。ほら、やばいやばい、急にドヤ顔しちゃったよ。どうしよう、急にドヤ顔しちゃう。
出たなアドレナリン。もう今日の私の仕事は終わったよ。まだ午前中だけどね。あと7ゲームあるのに焦ってきた。やばい、空気がやばい。でも揃う、1回は揃うよ、全体揃う。やってくれたぜ、50ゲーム。ループストックか。でーでーでーでかけ落ちていって立て続けに、あー引いてダメで、どうするか。落ちはいいんですよ。どうするか引いて早速、早くね。おう、いる。小スイカで。小スイカで行きましょう。100ゲーム。初当たり。
が乗せなし。おおお、単発回避。可能性高い。まだいた。おお。37ゲーム降格の中段チェリ今日チャンス目。ジャック。俺これ初めてなんすけど。俺これ初めて引いた。あ、そういうこと。
きなりジャック。トランブ。くれれば逆転の目も見える。高橋さんも、出続けると、最後まで出続けると決まったわけではないですから、連チャン終わってそこから飲まれたりしてくれたりとかすれば全然可能性はまだまだある。連続演出いくのか。お、当たりました。105ゲームか、告知が、投手4本ですね。青い色 LED は青。107まあ広角っぽいとこではなかったかな。47人か通常。1回目の BC はダメと。これはいるね。69ゲーム。いや、6スルーっていうか6、ね、5スルーしてて投資13本で済んでるのは運がいいですよそんなんじゃねえんだけど。お、連打。いやー、バキボロの可能性もあるな。やっと入った。でも6回目にしてようやく AT です。いやー長い。源之助44。厳しいな。藤田降格もなし。あ、でも背景は、夜ですね。厳しいかね。お、赤文字ガードしろ。お、あ、どっちか
よし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 2セット目ですね。はなし。どうだろう、厳しそうね。頑張れ。あー、いったか。お、まあ、確定ではないですけどね。あとはそのいい継続率が選ばれているときに選ばれ、あの選択されるイメージもあるんですけど、頑張ってよ。ほらほらねほら意外とそのなんだろう、総任でしたっけ、まあ、その時の、まあ、継続示唆になる演出が薄いと結構きついですよね。まあまあ、とりあえずは入れた分というか、サマイは今プラス。でもね、480ゲームの割には枚数が多いんですよ。50の人出てきちゃった。いやでもありがたいですよ、本当にありがたい。
本当に本当に高橋さんの目玉次第というか、一旦あれが切れてくれないことにはね、あの当たりのが続いてる同僚なんでだよな。一撃というかね、で、まあ、やられちゃってると結局同じスピードで同じ時に当たってないと離される一方なんで、当たった。
って今日初めての赤、ね、同色ですね今日。黄色122ゲーム巻物を引こう。よしよしよし、いや弱いなエフェクトが。あ、行ったでしょう。よし、よし、画面は健之助。66シジュンベルで行っちゃったんじゃないですかこれ。よしよしよし、当たってますね。 OK、 はい、52ゲーム75来い。あー、来いが多いですね今日。どっち？ダメ。お、おお、ラストゲームだよ。いやこれ BC で。おい、アップで。一番得なやつ。まあ、よ、あか。どっち？いやーダメ。はい、169ゲーム597枚。いやこれね、あ、キル9000回ってる。いやこれ AT 初当たりははまってなかったんですよね。で同色も引いてたんだよな。ただ朝多分マックニスルーとかっすよ。マックスニスルー、まあ良さそうというかは、朝から調子が良さそうだった台の方に移動します。